訓練は三重県南東沖を震源としたマグニチュード 8.7 の地震が発生し、甚大な被害が広域に出ていると想定して行われました。尾鷲市をメイン会場に紀北町や大紀町、南伊勢町で実施され、県や市町のほか国交省や自衛隊、消防といった56の関係団体などからおよそ2000人が参加しました。訓練では地震の発生直後から防災ヘリなどによって迅速な情報収集が行われたほか、土砂災害に巻き込まれた車両からの救助などが行われました。今回は実際の災害現場を想定し、自衛隊や警察、消防など複数の機関が現場で連携する救助訓練が初めて行われ、それぞれの隊員が役割を確認しながら確実な人命救助に当たっていました。また別の会場では遺体安置所の設置や遺体の受け入れなどを想定した訓練が初めて行われたほか、ヘリによる要救助者の搬送訓練も実施され、メイン会場にはその映像が配信されました。訓練には三重県の一見知事も参加し、現地の指揮を取る合同調整所を視察するなど現場での動きを確認していました。